しいものって言ったら、例えばまあ予想にはこういうもんは来ないでしょうしね、あの原木系で、今日はもうほんと少ないんですよ。平茸とか舞茸とかキクラゲとかもう生で入ってきますからね。明日は到着するんですけどね、岡山の方から来るんです。クレソンやね、それかもうお正月用にもう山ごぼうとかこういう大浦ごぼうとかおせち食材ですけど、まあ居酒屋さんは結構これをね上手に使うんですよ今の時期から。そうなんですか、うん、